中島鉄蔵は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。栄転は十三味軍一等校三級。山形県米沢市出身。1905年11月、陸軍士官学校を卒業。翌年3月、陸軍不評少位に任官し不評。第29連隊付となる。1918年11月、陸軍大学校を卒業した。 戦術研究に才覚を表し、1919年陸軍、不評学校教官、1921年、フランス駐在部官、1926年12月陸軍、大学校閉学教官を歴任。1930年8月陸軍不評大佐に、昇進、参謀本部選手課長。1931年8月不評第77連、隊長。 1933年3月陸軍、不評学校共同隊長、同年8月自重部官。1935年3月陸軍少将に昇進。1937年3月、参謀本部総務部長、同年11月参謀本部総務部長兼第4部長、事務取扱い。同年開始の品事編については上司である。 ただ、春三謀次長と共に不拡ない路線で、陸軍次官、東条秀樹と対立した。1938年3月陸軍中将に昇進。ただと東条の両者が更迭され、同年12月、ただの公認として参謀次長に就任。1939年の門ン,ン事件が発生すると、これを解決すべく。 心境に二度渡たり事件拡大を中止するよう、関東軍を説得し、事態の収拾に努めた。事態収拾後責任を取って、関東軍司令官、上田健吉大将、参謀長、磯谷蓮介中将と共に1939年12月予備役編入となり、第一線を退いた。1942年7月陸軍士、政長官として、ジャカルタに赴任。 温厚な性格で、地方犯行をはじめ民衆に慕われたが、1945年、終戦後戦犯として現地にて収監され、1949年7月25日、ジャカルタ刑務所にて病没した。ありがとうございます。